オリコンをご覧の皆さん、こんにちは、東方神起です。6月11日に発売の新曲、はい、スウェット、どんな曲ですか？あのですね、夏らしい、そういうなんか熱いダンスナンバーだと思うんですけど、夏の抑えきれない情熱を歌った曲で、スタイリッシュな曲ですね。はい、今回の PV はですね、はい、沖縄でですよね、撮影をしたんですけど、はいはいはい、やっぱ久しぶりの、その沖縄だったのでめっちゃ楽しかったし、そしてもうかっこいい、ダンスと本当に風景がよくあったので、それで皆さんにもっとクールな東方神起を感じれる PV に仕上がったと思ってます。今回はアリーナツアーでやってるんですけど、東京ドームとなんか大阪ドーム追加でですね、うん、29公演、11箇所でですね、なんか全国を回ってるんですけど、去年はドームツアーをやってて、うん、ちょっと行けなかったところを、もう地方にもう今回は行けて、すごく楽しいですね。そうですね、うん、そしてやっぱりアリーナツアーもやっているから、皆さんの距離がさらに近くなって、本当に皆さんの顔がちゃんと見れてるからすごく嬉しいです。はい、海が一番代表的ですね。そうですね、はい、それで時間があるとき、はい、旅行しに行きたいですね。うん、で、海とは関係ないところに旅行しに行きたいなと。逆に僕はやっぱり夏って言えば、夏に似合うスポーツあるんじゃないですか。ワータースポーツっていう。ああですね。そうですね、もうウェイクボードとかジェットスキーとか、それがなんか時間があれば、ジェットスキー、わー楽しそうですね。はい、そうですね、はい、またちょっと乗りに行きたいんですけど、はい、皆さんも時間があればまた夏に、夏はやっぱりお祭り時期にもなっているから、はい、もう本当に、まあ、忘れられない、そういう本当に特別な思い出を作ってください。はい、夏休みを満喫しましょう。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは東方神起でした。